3、2、1、GO! ワイドスクワットからいきます。はい、今日は見事ビフォーアフターの結果を出した夏木さんに実際にトレーニングメニューをやってもらいます。お願いします。はい、夏木さんの情報は動画の説明欄に貼っておきますので見てください。見てください、お願いします。ドスコイ時代でびっくりされちゃうかも。ああ、ワイドスクワットは結構いつもやってたんです。やってます。ああ、もともと苦手だったかも。なんか振り入れなかったです。あえて足太くなりそうみたいなやったらすごい良かったですね。なるほど。はい、やっぱり内ももに効かせるというか、ね、そうですね。うん、あと10秒です。はい、2種目目。はい、ワイドスクワットとかそういうサイドスクワットは最初からうまくできました？できなかったです。なんかこうお尻を出しちゃいけないものだと思ってたというか、なんかただこうしゃがむだけみたいな。なるほど。まあ実際ね、いろんなスクワットのやり方があるから別にどれをやってもいいとは思うんですけど、まあ、その中で、ね、足を細くしたい人とかは、まあ、やり方をちょっと工夫しながらやるとか。今もでも意識しないと、つま先から膝が出そうって思いながらやってる。はい、あと10秒。はい、よし。喋ってたら早いんだけど。早いです。なんかお家で一人でやるより楽しい。はい、次の種目。肩甲骨です。はい、背中結構ごついもんね。あ、ごついです。めっちゃアスリートみたいに言われる。ちょっと振り返ってみて。なんか背中がすごい、やっぱり。インスタでなんかみんなに、なんか背中、どんなメイクしてるんですかって言われるんだけど、自重しかやってない。めっちゃすごい言われます。すごいね。なんか背中、多分得意分野、背中が得意だから、まあその辺はね、こう元から持ってる姿勢とか骨格とかがあるので、腕と背中は結構やりがちかも。はい、あと10秒で。はい、皆さん、ここは札幌です。札幌です。横向きが一番わかりやすいかな。はい、腕も結構ごついよ。アスリートやばい。でもやっぱり筋トレだけだとここまでいけるけど、ここから先もっと細かった時は、もっとマッサージとかが多かったかもしれない。なんかただただつまむだけでも、逆にね、その筋トレばっかりやってるとね、やっぱり筋肉は増えていくからね。うん。じゃあやめようって感じですけど。今日ちょっと
息がなし。じゃあ、さあ、ね、はい、さあ、もう一回。はい。また内側に。やばい、はい、とか言って、叫び声が出てくる。もう、ごまかす。でもなんか、一人でやってても、私基本なんか笑ったり、ブツブツ言ったりしながらやっちゃうんですけど、その方がでも、いいんじゃない？あんま辛いって思いながらやるとトレーニング嫌いになりそうだから楽しいって自分の脳を騙すみたいな。意識するのが上手になっていくから、すごい。だ
か、なんか足とかこれやったらめちゃくちゃきつくて。はい、あと10秒です。楽しかった。なんか不思議な感じでして、いつも画面で見てるから、おうおう、自分でやるとちょっとシュール感が出ました。なつきさんも今、はい、オンラインでパーソナルを教えているというか。あ、そうです、はい、教えてます。どんな感じでやってるんですか。そうですね、私は、まあ、自分の経験も生かして、まあ、特に産後の方多いんですけど、まあ、産後じゃない方もなんかきついトレーニングとか、うん、過酷な食事制限をしなくても今のスタイルをもっと工夫していけば綺麗に痩せれるし、まあ、他の生活とか人間関係とかも良くしていこうというか、人生を楽しくしていこうっていうオンラインですね。なるほど、はい。まあ、このサムネイルが夏希さんのビフォーアフターになってると思いますので、はい、まあ、それプラス動画の説明欄のインスタかな、夏希さん。そうです、そうです、はい、そっちの方を見ていただければと思います、はい、お願いします、はい、では以上です。